どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はちょっと微妙だなって思ってた装備の本当の使い方をコメントで教えてもらいました。ありがとうございます。この装備ですね、アクセサリーのこれ結界の紋章、新しい装備なんだけども 20% の確率で受けたダメージを反射して、さらに受けるダメージをマイナス 20% する、そういうアクセサリーですね。ちょっと 20% なら使わないかなって思ってたんですけども、使い方があります。それがボーマンですね。これボーマンの専用装備と言っても過言ではないでしょう。ボーマンにつけます。そうするとボーマンの最強武器ハートオブハート、これとの効果で無敵になるんですよ。ハートオブハートが HP が最大の時に受けるダメージがマイナス 80%、 これにマイナス 20% がプラスされてマイナス 100% になるっていうやつです。はい、これが本当の使い方なんだね。でもボーマン攻撃力が低い。集う星をねまだ入れてないんだけども、入れたとしても、7000だね。その攻撃力じゃちょっと厳しいけども、まあ、とりあえず、集う星入れてない状態で戦ってみましょう。それではいきましょう。状態異常は引いちゃうので、隊列で状態異常無効にしてます。でこんな感じで、ダメージは受けなくなります。無敵だね。でもボーマンはねあんまり火力がやっぱない。原作ではこのドッケランが結構強かったらしいんだけども、このリメイク版ではいかんせんそんなに強くないので、もうちょっと火力があればなよかったと思うんですけども、でもまあこうね HP も減らずに無敵になるっていうことはものすごくいいことだと思うので、まあ他の技いやいろいろ使ったけどな、いろいろ使ったんですけども、やっぱどうしてもちょっといまいちなんだよな。装備とかアクセサリーでもうちょっと火力を上げることができればまた変わってくるんでしょうけども、いやー時間かかるな。前はこれが多分あれでしょ、あの1万とかダメージが入ってたんじゃないですか、ジョッケランが。オッケーオッケー。なかなか火力が低いのでこんな感じです。まあ無敵ですごくいいんですけどね。はい、ということで今日はこの装備結界の紋章の本当の使い方を教えてもらいました。ありがとうございます。ボーマンの最強装備ハートオブハートと合わせると無敵になることができるので、ぜひ使ってみてください。ボーマンがもうちょっと強かったらよかったな。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。